さあ両チーム選手の入場です。リーグ戦では J1 最下位の横浜 FC、 首位の神戸、この両チームがどんな試合を展開していくんでしょうか。カプリーニ狙う、グラウンダー、足でセーブしました前川。前川もこれ多分しゃがんで反応してたら間に合わなかったでしょうね、はい、後半から神戸は大迫、山口、武藤、この3人を投入してきます。初瀬、大迫、カプリーニ、ふわっと前線へ、山下のところ、これでいる、さあ待った、山下ドリブル、山下シュート、わずかに左に外れました。中盤でボールを拾って一気に前進という今のシーンです。カプリーニドリブル、外で橋本クロス、ヘディングシュート、ナイスキーパーだな、これもブロック、ここで笛です。横浜 FC ビッグチャンス、2度のシュート、惜しいシーンでした。いや、このクロスもドンピシャでした。1つ目、2つ目、前川よく反応しましたね。これが選手交代は4人目、イニエスタ今シーズン初出場です。山口、大迫が行きます。山口からイニエスタ詰めます、武藤折り返し、いや、ありませんでした。武藤、イニエスタから武藤へのスルーパス、いや、さすがですね、術を分かっていると思うので、それをカネレには期待したいですね。ここイニエスタが拾います、縦のボール、ユルキに入る、中には大迫、ユルキクロス、大迫だ、神戸先制、ついに均衡を破りました。イニエスタ、ユルキ、大迫、神戸先制です。ここの1本のパス、そのパススピードもそうですね。で、ゆるきの運び方、トップスピードでもしっかり逆サイドの大迫は見えたと思います。ここでホイッスル、0対1、勝ったのは神戸、今シーズンルヴァンカップ初勝利、そして公式戦連勝です。一方の横浜 FC はルヴァンカップ連敗、公式戦は5連敗、そして公式戦は7試合勝利がないという状況です。